ソウル消華とは、10世紀後半に、スカンディナビアのヤールのハーコン・シグルザルソンに仕えた、詩人、エイリー・ブルモズ・ルーナルソンが歌った、スカルド詩である。ソウル神昇華、トール参加とも、895年頃の作品とされる。この詩は、ケニングの創造的使用や、その単位由に富んだ、入り組んだ、複雑な表現で知られる。 北欧神話の物語を含んでいる数少ないスカルド、詩の一つでもある。この詩の目的は、トールがいかにして、ミョルニルを手に入れたか、そしてトールが登場する神話で、たびたび言及される、巨人たちが、どのようにして、トールに敗れたかを物語ることである。もちろんその原因はロキであり、彼はトールを騙し巨人、ゲール・ロズルと対決させる。 女巨人グリーズルからの魔法の品々ナナの援助を受け、トールとお月のシャールビはゲールロズルを打ち破り、他の巨人たちを倒す。物語は、トールを再び巨人との戦いに煽り立てるロキのたかりことの描写から始まる。シャールビはトールに同行するが、ロキは最後まで同行を絞る。その後、トールが腰帯に捕まったシャールビと共にヨトゥンヘームの 海を渡る場面が詳細に物語られる。参加のこの部分は困難な都会をやり遂げたトールとシャールビの勇敢さを称える文章にあふれている。海を渡った後、彼らはすぐさまゲールロズルの洞窟からやってきた巨人の一味に取り囲まれたが、トールとシャールビは素早く飛び上がった。ゲールロズルの館に着くと、トールが座っていた椅子が持ち上がり、天井で押しつぶそうとしたが、 トールは、グリーズルからもらったコンで天井を破壊し、足元にいた二人のゲールロズルの娘を踏みつぶしながら、降り立った。ゲールロズルは、トールを遊戯に誘い、熱で溶けた鉄塊を投げつけるが、鉄の手袋をはめたトールは撤回を受け止める。それを見たゲールロズルは、柱の裏に隠れるが、トールは撤回を投げ返し、ゲールロズルを柱もろとも打ち貫いた。この詩に登場する神話は、 スノーリストルルソンのエッタ第2部死後法にも残されており、またサクソグラマティクスのデンマーク人の辞責、第8の書にも似た相話がある。しかしこの詩の神話とスノーリによる神話との間には、いくつか相違点が存在する。例えばシャールビはこの詩の中では大きな役割を果たしているが、死後法におけるゲールロズルの神話に、シャールビは登場しない。この詩のほか。 二編の詩もまたソウル消化と呼ばれることがある。これら二編の詩はいずれも詩語法の中にのみ残されている。ありがとうございます。